はは。い、こんにちはえっとですね、今日ですねあのー、ちょっと今日ワイドなショーにジャルジャルが出てたんですよねでジャルジャルがねキング・コブコント優勝ということで出てたんでちょっとねジャルジャルの分析をしようかなと思ってるんですよね、うん、でねジャルジャルってあのー、もう昔からいるんですよね昔すごい人気昔から人気あってねずーっと出てて で、まあ、若手の時からね比較的早く売れたんですけどもこう何でしょうね一歩こう何でかな賞レースとかで、まあ、m 1とかにもすごい出てたんですけどまああれですね惜しいとこまで行くんだけどまあ優勝はならずみたいなキングオブコントにしても m 1にしても、うん、とにかく面白いんだけど。 惜しいいっっててう感じででずっと来てたんですよねだからさ売れたのはすっごい早いんですけどその後にまあんでしょうね頭一つ抜けるっていうところに行かずないでずっとこう行くような感じの感じだったんですよねだからあの今回まあついにそれが優勝につながったっていう感じなんですけどねうん。でねジャルジャルは 出てきた時は出てきた時のまあんでしょうね傾きというか勢いとしてはかなり、あのー、天下取り芸人の路線ではあの出てきた感じね勢いよく出てきたんでなんだけどまあちょっとこうなか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 こうね一歩こう。 でしょうね、優勝とかそういう賞レースの称号がなくまあそのまま行っていったっていう感じなんですけどもあの一つのね転機としてはあのめちゃイケに抜擢されたんですよねめちゃイケの新メンバーナイナイナイがやってるめちゃイケの新メンバーに抜擢されてあの抜擢されたんですけどもまあそこはねまああのー。 めちゃイケの新メンバーに抜擢されたのはいいんですけどもいわゆるその天下取り路線で出てきた芸人がいわゆるそのあれですよね有力な芸人の下についてしまうと何でしょうちょっとね微妙な感じになるんですよねなんで個人的にはあのめちゃイケに出てるジャルジャルはねちょっと微妙だったかなと思うんですよねあのこれはね 何人か芸人さんがテレビとかでも言ってたんですよ。うん、あのやはりねそうだなーって視聴者的に見てもそう思いますよね。あんまり喋れない喋られなかったしあんまり「ジャルジャルって「めちゃイケ」では目立ってなかったんですよね。出てたんですけどめちゃイケの何でしょうねこう雰囲気じゃないというか「ジャルジャル」って特有の特有の笑いなんで。 あれですねあのー、めちゃイケの笑いにマッチしてなかった感じはちょっと視聴者目線で見るとしましたよね。はいでやはりその天下取りの勢いでできた芸人が誰かの芸人の下についちゃうっていうのはあんまり今まで見てても得策じゃないんじゃないかなって気はしますよね。うんこれはね大阪の番組の大阪の番組なんだっけな。あのー 山崎法生と八方師匠でしたっけの出てる芸人を呼んでやる番組でもジャルジャルが行った時山崎法生が言ってたんですよねあのめちゃイケに入った時に下につくなって思ったって言ってたんですよ確かに本当にそうですよねやっぱ下についちゃうともうその芸人の下になっちゃうんであのなんだろうな味が出せないしうん ダウンタウンのガキの使いのココリコもね。なんかそんな雰囲気がね。若い時ありましたよね。ココリコもすごい勢いでいい感じでできたんですよ。もう天下取りの勢いで若い時からゴールで持ってだけど、やっぱどうしてもね。あのダウンタウンというカリスマの下にね。ガキの使いでついてしまうと、やはりやはり何ていうのかな？あの。やはり大御所芸人になる人、大御所芸人の下にはつかないんですよ。ダウンタウンもトンネルズも結局。ずっとずっとトップで来てるじゃないですか？ 誰かの下についたとかさ、ビートたけしの下についビートたけしの下についたとか、キンちゃんの下についたとか、そういうことがないんですよね。やっぱり王将でやる芸人。だからジャルジャルもあのー、まあめちゃいけじゃなくて、あのー、独自の路線で行った方が良かったんじゃないかなっていうふうには視聴者的には分析しますよね。はい。これね誰か言ってたんだよな。誰かも言ってましたね芸人さんがね。はい。っていうのでまあ一旦そのめちゃいけに出てで まあそれでまあ特にねあんまりこうマッチせず終わりそしてまあコントと m 1で頑張ったんだけどなかなか優勝にまで行かず面白くていいとこまで決勝まで行くんですけど行かないっていうとこで今回優勝っていうことなんですよね。うん、で福徳さんが泣いてましたけどあれはね福徳さんが泣いて意外みたいなことを言ってる人いましたけど意外じゃないです相当な泣くのは分かりますね。 なんでかというとね今まで努力の努力で努力してきてなかなか鳴かず飛ばずだったんですよジャルジャルって実は急に出てきたように見えますけど今までずっと水面下で頑張っててで最初勢い良かったんですよね最初ポーンと出て売れて東京の番組でねあの売れてそれでもう若い時から有名売れっ子だったんですよねなんだけどそっからね潜伏期がすごい長いんですよねで今回日の目を浴びるということでまあ福徳さんが泣いたのがね 意外と言うけどあれはね泣くんじゃないかなっていうふうには思いますよねはい。ということでねうんジャルジャルのこの奇跡ですよね能力はあるがちょっとこういろんなタイミングとかねでなかなかこの賞ーレースでもトップになれずっていうところで、あのー、今回の優勝というところですねはい。だワイドな賞にね今日出たんでねちょっとねジャルジャルについて 分析していました。はい、何かね。コメントありましたら、何でも遠慮なくください。なるべく解消にします。最近ね、ほんとコメントくれる人、本当とありがとうございます。本当に結構毎回くれる人いて、あのー、分析依頼とかもしてくれるんですよね。はい、分析依頼はね。ちょっとわかるのだけね。やらしてもらいます。できないのはちょっとわかんないのはね。詳しくないのはね。そのコメントされる方もすごい。詳しい人多くてコメントされる方がね。あのー、優秀なんですよ。だから。 あのね、逆に私は分かんないで教えてもらう感じになることもあるんですけど、あのね、できる範囲でやりますのでね、いつもありがとうございます。あの私が分析しなくても次からも分析依頼をください。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。